人間め、証拠にもなくまた来たか。させないよ。今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。いいぞ。そうでなくては破壊のしがいがない。あんたね、話は聞いたわよ。随分と暴れ回ってるらしいじゃない。どうしてそんなことするわけ？どうしてだ。それが私の衝動なの。わ、電脳空間にあふれる人間どもの悪意が、ダイレクト衝動が私を突き動かせ、壊せ、壊せ。様子がおかしいよ、リナ。壊したい、壊したい。こんな衝動は全て人間のせいだ。欲望の赴くままに行動する、それが人間の本性。この電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。はあ、何それ、人のせいってこと？自分の破壊衝動なら自分で何とかしなさいっての。自分の行動の責任は自分だけにしか取れない。そんなこと私だって知ってるし。ってことはあんた私以下ってことで OK？ なんだと。あんた全然私たちのことも分かってない。だから軽くボコってじっくり話し合わないとね。生意気な小娘だ。私を止められるものなら止めてみよう。ブイブイやっちゃいなよ、パート2。おい、さあ行くよ。何度でも振り切ってやるわ。
私が人間と旅立て何をた…だって人間の嫌なところばっかり見ちゃったみたいだしさ人間がぜ…だからそれが本当に誤解であるもしこの世界でいいところが見つからなかったら私たちの世界においでおもてなししちゃうよそんな馬鹿げた提案に私が乗ると思っているのかおういいだろうその能天気さに免じてついていってやるその代わりオッケーじゃあこの世界を見学しようどこから行こうかな美味しいものはあるかなしよう最後まで出発あちょっと待ってよリナそれじゃ僕たちの力が必要になったらいつでも呼んでよねそうか、おそらくスレイプモンは迷っていたのだろうな実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない何しかし篠宮里奈という娘いや彼女については何も遠ないともあれアルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ三神楽ミレイにも感謝しなければならないなそうだ彼女のためにシングレンドを開発するとしようなんだその微妙な顔は彼女が私のコーヒーの味を介さないとで今まで私の四大傑作レシピの一つカツオだしとバルサミコ酢ブレンドは彼女の発案だなかなか順調にロイヤルナイツをだがドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず気を抜くんじゃないぞほう伊達くんからの通信とは珍しいおい探偵今度は浅草に例の化け物が出たらしいんだ私たちは今そっちまで手が回らねえ様子を見に行ってくれうん、今ので依頼をしたつもりなのかこれじゃあまるで町の便利屋さんじゃないかごたごたのせいで契約周りが曖昧になっているようだ経営としては問題だがこの状況では仕方ないか例の化け物イーターが出現したのならば状況が動いたのかもしれないさあ君の出番だぞ場所は浅草だ急いで向かってくれ